こんにちは、乃木坂46の梅澤美波です。柿はるかです。私たち乃木坂46のオフショット写真集、はい、乃木撮ボリューム3がなんとオリコン上半期女性写真集ランキングで1位をいただくことにができました。ありがとうございます。1位だって。1位だ。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。本当にこの写真集はですね、メンバー同士でこう撮影したちょっとね、リアルなオフショットの写真がこう詰まってる写真集なんですけど、こう素顔のね、私たちを皆さんに楽しんでもらえたんだなって思って、それがすごく嬉しい気持ちとですね、まあ普段は表舞台ではね、みんなが見せないような顔ばかりじゃないですか、この中、だからちょっと恥ずかしい気持ちもあるんですけど、たくさんの方に手に取ってもらえて嬉しいです。はい、私も楽屋でメンバーの顔を見つけるとついこう撮影しちゃうんですけど、そんなね、乃木坂46の舞台裏の様子がファンの皆さんに伝わったら嬉しいなと思います。はい、こちらはですね、3年間にわたって撮りためた写真たちなんですよ。なのですごくね、歴史もたくさんあるんですけど、まあね、卒業された先輩方の写真とかもたっぷりありますし、もうなんか私たちにとっても本当思い出アルバムみたいな、本当にそうです、うん、感じですね。懐かしい気持ちね。カッキーはお気に入りの1枚ありますよ。私はですね、その思い出の写真っていうので、449番のこの写真なんですけど、これはですね、あの4期生ライブの時から、一番最初4期生ライブの時のみんなで集まった時の写真で、もう4年前くらいなんですけど、超懐かしいと思って、私たちも忘れてたような写真が載ってて、ね、ちょっとなんかみんな幼さもあるもんね。ねえ、ちょっと今と髪型も違うしさ、そうです、ね、高校生とかみんな学生とかの時、そっか、だってみんなノーメイクじゃない、すっぴんじゃない、すっぴんです、かわいすぎます、すっぴんなんです。懐かしい写真が、ね、南さんは、私はですね、はい、704番の、704番、見てください、このじゃん、あらーあやです。あーやー、このあやの笑顔が守りたくなりますね。かわいい。もう本当に心がギュッてなる。こんなにマカロン似合うことある？マカロン似合う子はめったに。こんなに似合う子。ちょっと癒されてください。本当に癒されるので、こちらチェックしてみてください。はい、というわけで、私たちの素顔がたっぷり詰まった写真集を、見ていただいて、さらに1位までいただき、本当に皆さんありがとうございます。これからもいろんな写真をね、みんなの写真撮って、また皆様にお見せできる日が来るのを楽しみにしていますので、皆様ぜひその時までお待ちください。お楽しみに。